K-1 イベントプロデューサーであります谷川貞治が登壇いたします。皆様登壇の際は恐れ入りますが拍手でお迎えください。では谷川プロデューサーお願いします。皆さん本日はお忙しい中、5月2日 K-1 ワールドマックス2010アンダー63キロ、ジャパントーナメントファーストラウンドの記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。3月27日の、K-1 ワールドマックス正人選手が引退後ですね、初めての70キロの大会だったんですが、おかげさまで本当に素晴らしい大会で、視聴率も世界フィギュアの裏で本当にいい数字も取れましたし、何よりも選手が本当にマックスをこれから、自分たちで守っていくんだっていうですね、長嶋選手、そして若い、中島選手、日向選手ですね、そういったまだまだ若い、木戸選手とか山本裕也選手もそうですけども、そういった選手に支えられてですね、おかげさまですごいいい大会になりました。それで今年の K-1 ワールドマックスなんですけど、第2弾はですね、5月2日、JCB ホールで、初めての、63キロの、大会をやりたいと思います。今回ですね、ファーストラウンドというふうに名付けたのはですね、当初ですね、開幕戦として、16人の8試合ってやろうと思ったんですが、あまりにもですね、いい選手が多すぎてですね、数が膨らんだこと、そしてですね、皆さんがまだまだ63キロの選手に関しましてはですね、もちろん格闘技マスコミの人は、キックの会場で、よく見てると思いますが、まだまだ馴染みのない選手がたくさんいると思いますので、一度ですね、全ての試合を見てもらおうと。で、見た末でですね、もちろん、勝利が大前提です。勝つことが大前提なんですが、10試合の中から、8人を7月の、上旬に行われるトーナメントで、ワンデートーナメントで63キロの日本一を決めたいなというふうに思っております。キックの、団体、各団体のですね、体重を見ますとですね、大体65キロ60キロという感じで、分けてる階級が団体さんがすごく多いんですけども、65キロ前後と、60キロ前後でですね、分けてる団体さんが非常に多いんですが、K-1 はですね、70キロ以外にいっぺんにですね、60キロ65キロと2つ設けられるような、まだまだちょっと余裕がないので、そして65キロの人も60キロの人も、出れるように、間を取って、これはドリームとかなんかでも、やってるんですが、63キロと、今回、体重を設定しました。63キロですと70キロの小さな選手ももしかしたら体重が適正で63キロに落とせるんじゃないかという、今70キロのミドル級になりますと、佐藤選手とかですね、小比類巻選手もそうですけど、日向選手とか中島選手もそうですけど、日本人もすごく大きくなってますし、海外なんかもっとパワーがありますんで、無理して、逆に言うと正人選手ぐらいの体重、身長だと70キロが今後も少なくなっていくんじゃないかなということを含めまして、そういう人たちがどこ行けばいいかということで、そういうことも考慮して63キロと、とりあえず、やってみます。これをライト級で、 K-1 のライミドル級じゃなくてライト級で、63キロに設定して、やりながらまた適正体重というのが出てくるかもしれないし、逆に言うと63キロという設けることによって選手のみんながですね、合わせることになるかもしれませんので、そこはもう試行錯誤を繰り返しながら、やっていきたいと思います。で、この63キロに関しましては、70キロはもう人類最激戦区の階級だというふうに今でも思っているんですが、この63キロに関しましては本当に日本人最激戦区というかですね、本当にいい選手がたくさんいる、階級だと思います。マックスができた頃の70キロの階級を作ってですね、正人、小比類巻、須藤元気、村浜選手とかいろいろそういう選手が出てたワクワク感がですね、それ以上になんかレベルが高く、イケメンもいれば個性派もいるし、総合の選手も出やすいと思いますし、ボクサーも出やすいと思いますし、本当にバラエティに富んだですね、人選が、
今後出てくるんじゃないかなと思ってます。また、ずっとこの3年間一生懸命やってきた K1 甲子園の卒業組っていうのもですね、だいたい62キロで、K1 甲子園やってきたんで、この体重が、まあ、適正な選手が非常に増えてくるということで、で今回はですねやっぱり K1 なので、各団体のチャンピオンはもちろん将来を見越した若手、それから、総合の選手、残念ながらですねちょっとボクシングの渡辺和久選手はですね DJ 大輝選手 のローキックを受けすぎてちょっと怪我で出場は出れないんですけども、まあ、そういうボクサーとかですねそういう観点で、まあ、キックだけのチャンピオンじゃなく若手とか将来を見越した感じで、今回、5月2日に関しては、10試合20人を登場させます。で、まあ、7月まで、まだ時間がありますんで例えば渡辺和久選手がどっかで試合するとかなんかがあるんだったらば、まあ、そこも考慮したいなという最終的にはと思ってます。まあ、ちょっと僕的には残念だったのはその、和久選手がちょっと怪我で間に合わないこととちょっと広谷君が、卒業試験を控えててですね今回出れないという卒業大学入試があってですねそれ以外に関してはもうほぼ、理想のメンバーがまだまだ、強い選手もたくさんいるかもしれませんけど我々としては理想のメンバーが選べたんじゃないかなというふうに思っております。カードを順番に発表していきたいと思います。試合順では関係なく順不同でいきます。まあ、見どころに関しましては、まあ、今回の大会でですね本当に私自身が、まあ、最近はよくキックの会場も行かさせてもらってるんですけども選手 のいろんな個性やらないやらやり取りが普段から綿密にされてるですねクラッシュ の宮田代表とかですね、ライズの伊藤さんとかそういう人たちの意見とかをよく聞いて、まあ、他に格闘技マスクも含めてですね関係者の意見を聞いてましたので見どころに関してはですね後ほど宮田さんにやってもらおう。あとお願いします。はい、じゃあ僕は順不同でカードを発表したいと思います。まずはですね上松大輔選手対、1人だけ外国人選手の招待でちょっと負けてないので、これは1回出してきておいた方がいいなと思います。チョン・ジェフィ選手、チョン・ジェフィ対上松大輔、2試合目、石川直樹対渡辺これ何て読むんでしたっけ優斗、はい、優斗選手理想と書くんですね優斗選手それから、強肩竹内結衣選手対、3試合目ですね優希選手それから久保優太選手対 DJ 大輝選手、1,2,3,4,5 試合目、山本正弘選手対、大和哲也選手これはすごい、キックの関係者も注目しているカードです。6試合目尾崎圭司選手対小宮山康介選手、7試合目大石俊介選手対、浦部光也選手、8試合目ですかね8試合目西賀喜左衛門選手対、ファイヤー原田選手、9試合目浦部弘隆選手対谷山俊樹選手で、10試合目、島田翔太選手対、制度会館の朝原翔平選手、以上空手、総合、キックの各団体のチャンピオン、それから、K1 の甲子園組、ユースので活躍している選手、も含めてですね、10試合20人を選ばさせていただいた試合です。なおですね、スーパーファイトとして、一応比較もぜひしたいなと思いますので70キロファイトとして、この間1回戦でですね、残念ながら負けてしまった木戸康弘選手対、イランのですねバヒド・ロジャニ選手の一戦を、70キロの試合を1戦だけ入れたいと思っております。で、70キロの関して言うともう一つ正式に発表しなきゃいけないのはですね、佐藤義弘選手はですねかねてより希望されていた It's Showtime の、イベントに出場することに、なりました。7月までに1回試合をということで It's Showtime でですね、対戦相手がこれちょっと非常に強いです。パヨンソックっていうですねタイ人と、試合をやります。
近々いつショータイムでも発表されると思いますので、昨日正式にそれでやってくれというふうに、ショータイムの方から言われましたので、そうやって70キロの選手もですね、7月に向けて、各いろんなリングで試合をすると思いますので、一つよろしくお願いします。本当にこれから出てくる20人、個性揃ってですね、素晴らしい選手ばかりだと思います。ぜひ皆さん、ですね、初期のマックスが出来上がるような、ワクワク感を持ってですね、見てください。それからまた選手の皆さんに関しましてはですね、これが本当に面白いということをですね、世間にアピールすれば本当に70キロやヘビー級に勝るとも劣らないですね、新しいコンテンツになると思いますので、選手の皆さんはですね、気合を入れてですね、頑張ってもらいたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。谷川プロデューサーでした。では続きまして、大会に出場が決定しました選手に登壇いただきましょう。